ディーライトは韓国の歌手、タレントであり、ビッグバンのメンバーである。本名はカンデソン。デソンはソウルのイテウォン地区で生まれ、幼い頃から歌手になることに興味を持っていた。この考えに対して強く両親は反対した。その反対を克服するのに、彼は許可を得るために一週間家出をした。その後目標を追求し続け、オーディションに成功した後、 YG エンターテイメントに研修生として採用された。2006年ビッグバンのメンバーとしてデビュー。ビッグバンのデビュー後、デソンは社交不安障害と診断され、社会恐怖症と舞台恐怖症を発症した。しかし、彼は以前に病気と診断されていた歌手、レーベルメイトであるグミの助けによって回復することができた。2013年2月27日ソロアルバム。 ディスカバーをリリースした。オリコンアルバムチャートで2位にランクインされた。ポストモダン音楽を学ぶために2008年に景気大学校に入学した。経験なクリスチャンであり、自身の信仰は悲劇的な人生の出来事の後に、自身の人生を再評価する上で大きな影響があると公言したことがある。d ライトの芸名を用いるのは日本での活動時のみであり、 韓国をはじめそれ以外の国では本名のデソンの名で活動している。しかしながら日本のファンからもデソン、あるいはハングル文字のは五島に来ると声音化することからテソンと呼ばれることが多い。シングル2006年、笑ってみる2008年、俺を見て、クイスン2009年、大成功だ。2011年、ベビードントクライ2012年、ウィングスシングルアイラビュー。 配信シングル0202アルバムディスカバー。D スローブ。ミニアルバムで、イライト D デーで、イライト 2D、ライトアンコール、3D ツアー、D ライトディライブ D スローブ D ライトディライブ2014、インジャパン D スローブ D ライトディスカバーツアー2013、インジャパンディライブ。ありがとうございます。